昨日、北九州市の新型コロナ新規感染者数が過去最多となりましたが北橋市長は行動制限について国や県の動きを注視するとしました直ちにです、ね、行動制限に入るということはやはり市民の多くの共感を得てです、ね、実行あることにつながるかという点があります。 昨日、北九州市では新型コロナの新規感染者数が1128人確認され過去最多となりました北橋市長は今朝の会見で第6波と同様に爆発的な感染拡大にあるとして今後の医療体制に危機感を示した上で感染防止対策と経済活動の両立を考える必要があると述べました夏休みを迎える中市民に対して基本的な感染対策の徹底や ワクチン接種の検討を呼びかけ行動制限については国や県の動きを注視していくとしました。